ネイティブっていう概念自体がもう本当によくわからないくなってきてます。もともとクイーンズ・イングリッシュというようにイングリッシュ、イングランドの言葉なんですよ。だから英国の言葉なんですよ。だから英語だけどアメリカ英語がもう主流になっている。言葉ってコミュニケーションツールだから、伝わればいいんですよ。だから、日本人がまあその発音を気にするっていうのすごいいいと思うんだけれども、あまり気にしすぎるのも、クリスの部屋っていうチャンネルが、僕の大好きなチャンネルがあるんですけども、クリスさんが詳しく解説してますので、見ていただければと思います。